地図から見た FIFA ワールドカップの歴代開催国 FIFA ワールドカップの開催国は投票によって選ばれる。最初期は当時のサッカー強国の2大中心地である南米地域とヨーロッパ地域から開催国が選ばれた。1970年以降は北米でも開催されるようになりアジアやアフリカ地域からの参加も増えてきたため将来の論争を避けるべく2002年以降は アジアやアフリカ地域も含めた、交代開催パターンとなっている。候補国、ハンガリー王国イタリア王国オランダスペイン、王国スウェーデンウルグアイオランダとハンガリーは辞退し、イタリアを支持して、スウェーデンも辞退した。そして、イタリアとスペインの両方が、唯一の残っている候補ウルグアイを支持して辞退した。FIFA フフは1929年5月18日に、 バルセロナで会合を開き、ウルグアイは、無投票で開催国に選ばれた。投票結果、ウルグアイイタリア王国スペイン王国スウェーデンオランダ、ハンガリー王国候補国、イタリア王国スウェーデンスウェーデンが、投票前に辞退。1932年5月14日に、ストックホルムとチューリッヒで、フィファ総会によって決定された。そして、 イタリアサッカー連合は1932年10月9日に決定を承諾した。投票結果、イタリア王国スウェーデン候補国、アルゼンチンフランスドイツ国1936年8月13日にドイツベルリンで行われたフィファ総会の投票前に辞退する国が出なかった。1回目の投票でフランスが過半数以上を獲得したため開催国に選ばれた。投票結果、 フランス、19票アルゼンチン、4票ドイツ国、0票候補国、ブラジルドイツ国、第二次世界大戦勃発により、1942年と1946年の FIFA フフワールドカップの開催が中止された。それにより投票が行われなかった。候補国、ブラジルは 1942FIFA フフワールドカップに立候補した。しかし、 第二次世界大戦勃発により開催中止となった。もともと1949年に開催することになっていた。しかし1946年7月26日にルクセンブルク市で行われたフィファ総会でブラジル以外に立候補国がなかったため開催国に選ばれるとともに開催年を1950年に変更された。投票結果、ブラジル候補国。 1954FIFA ワールドカップの開催国は1946年7月26日にルクセンブルクで行われた FIFA 総会で決定された。またその日は1950年大会の投票も行われた。もともとは1953年に行う予定であったが、翌1954年に変更された。投票結果、スイス候補国。 1950年6月23日にブラジルリオデジャネイロで行われた FIFA フフ総会でスウェーデンで開催することを全会一致で決定した。投票結果、スウェーデン候補国1956年6月10日にポルトガルリスボンで行われた FIFA フフ総会の前に西ドイツが辞退。残りの2カ国で争うことになった。その結果チリがアルゼンチンを下し、 開催国に選ばれた。投票結果、チリ、32票アルゼンチン、11票西ドイツ候補国、1960年8月22日に、イタリア・ローマで行われた、フィファ総会の前に、スペインが辞退。残りの2カ国で争うことになった、その結果イングランドが西ドイツを下し、開催国に選ばれた。投票結果、イングランド、十四票西ドイツ。 27票スペイン候補国、1964年10月8日に、日本の東京で FIFA フフ総会が行われた。1回目の投票で、メキシコが過半数以上を獲得したため、開催国に選ばれた。投票結果、メキシコ、56票アルゼンチン、32票オーストラリアコロンビア、日本ペルー候補国、西ドイツスペインイタリアオランダ、1966年7月6日、 イギリスのロンドンで行われたフィファ総会にて1974年1978年1982年の3大会の開催国が選出された。スペインと西ドイツは1974年と1982年で双方が開催となるよう協力を取り付け、ドイツが1982年大会を辞退、スペインが1974年大会を辞退する。 ことで、それぞれの開催を保証した。ここではスペインが辞退したことで、西ドイツが無投票で開催国に選ばれた。投票結果、西ドイツスペインイタリアオランダ候補国、1966年の FIFA 総会で上記1974年の開催地とともに確定。コロンビア辞退のため、1970年大会の決戦投票と同じになり、その時に、 メキシコが勝利していたためにメキシコは辞退。アルゼンチンが無投票で開催地に選ばれた。投票結果、アルゼンチンコロンビアメキシコ候補国、スペイン西ドイツイタリアスペインと西ドイツは、1974年と1982年で双方が開催となる、要協力体制をとっており、ここでは西ドイツが辞退したことで、スペインが無投票で開催国に選ばれた。 投票結果、スペイン西ドイツイタリア候補国、投票結果、コロンビア1974年6月9日に、ストックホルムで開催された FIFA 執行委員会主催の会合で、コロンビアの無投票開催が決まった。しかしながら、大会が始まる4年前の1982年11月5日に、コロンビアは財政上の問題から、ワールドカップ開催国に選ばれた後で辞退した。 改めて候補を募ったところ、FIFA フフは参加国から開催の意向を受けた。候補国、1983年5月20日に、チューリッヒで行われた投票で、メキシコは FIFA フフワールドカップ史上初となる、満場一致の投票結果で開催国に選ばれた。投票結果、メキシコ、全票獲得アメリカ、例票カナダ、例票候補国、イタリアとソ連を除き、 1984年5月19日にチューリッヒで行われる投票の前にすべての国が辞退した。イタリアがソ連よりも多くの票を獲得し開催国に選ばれた。投票結果、イタリア、11票ソビエト連邦、5票オーストリア、イングランド、フランス、ギリシャ、イラン、西ドイツ、ユーゴスラビア候補国、投票候補が3カ国あったが、1回の投票によって、 開催国が決まった。1988年7月4日に、中立日で投票が行われ、アメリカ合衆国が過半数の票を獲得した。投票結果、アメリカ、10票モロッコ、7票ブラジル、2票チリ候補国。この投票は、1992年7月1日に、中立日にて行われた。投票前の事態もあり、1回の投票で、 フランスがモロッコを上回って開催国が決まった。投票結果、フランス、12票モロッコ、7票スイス・イングランドドイツ候補国、1996年5月31日、チューリヒでの開催国選考会議は5度目の開催となった。日本と韓国とで共同開催という候補が結成され、決定は実投票を必要としない、活際投票が採用された。 ワールドカップ初となる共同開催の候補が認められて、日韓共催はメキシコに僅差で勝利した。投票結果、韓国、日本、メキシコ2002年の FIFA ワールドカップは、韓国と日本がアジアで初めて共同開催した。もともと両国は競争相手だったが、投票の直前に彼らは共同開催することで FIFA と合意した。しかし、両者間の競争や距離は、 組織上の問題及び物流での問題を引き起こした。2004年に FIFA は共同開催が再び起こる可能性は低いとして同規則は共同開催の候補国を許可しないと公式に述べた。候補国2000年7月6日、チューリヒで6回目となる開催国選公会が行われた。ブラジルは投票3日前に辞退して候補は4カ国に絞られた。 今回は複数回投票が行われた初の選考だった。最終的に3度の投票が実施された。ドイツは3回とも最多得票で、決戦投票ではわずか1票差で南アフリカを破った。論争2006年 FIFA ワールドカップをドイツ開催とする決定についての論争が方針のさらなる変化をもたらした。最終的な集計は12票対11票で、 ドイツ賛成票が競争相手の南アフリカ共和国を上回った。オセアニアのサッカー連盟により南アフリカに投票するよう指示されたニュージーランドの FIFA フフ会員チャールズ・デ・エンプシーが決戦投票で棄権した。彼が南アフリカ共和国に投票した場合の票集計は12から12であり、FIFA 会長ゼップブラッターの決定票になれば会長は 南アフリカ共和国に投票しただろうと広く信じられている。執行委員会8人のメンバーだったデンプシーは、ドイツの風刺雑誌、タイタニック編集部によるファックスを投票前日に受け取り、それはドイツへの投票と引き換えにハト時計と、シュバルツベルダー親権を約束するという内容だった。賄賂への試みを含むすべての面からの圧力が自分に対してあまりにも多くなった。 と彼は抗議した。その結果、2000年8月4日に、FIFA は最終トーナメントの開催について、大陸連盟でローテーションしていくことに決めた。これは2007年10月までの方針で、2014年、FIFA ワールドカップの開催国選考の際には、もはや大陸ローテーション政策を続行しないと発表した。候補国、大陸ローテーションに基づく、 最初のワールドカップ開催選考はアフリカで開催される最初のワールドカップになった。2001年7月7日、ブエノスアイレスで行われた国際サッカー連盟総会でこのローテーションがアフリカで始まるという決定が批准された。2002年9月23日、FIFA の執行委員会はアフリカの協会員のみが2010年 FIFA。 ワールドカップ開催の候補国に上がることを確約した。2003年1月、ナイジェリアが候補国として入ったが、9月に辞退した。同年3月に、ゼップブラッター会長は、当初、2010年 FIFA ワールドカップをアフリカ4カ国で、共催するというナイジェリアの計画はうまくいかないと、語っていた。ナイジェリアは当初、西アフリカ近隣国のベナン、ガーナ、 東後との共同開催を希望していた。今後も共同開催は認められないと、フィファが確約したことで、2004年5月8日にリビアとチュニジアが両方とも辞退した。2004年5月15日、チューリッヒにおいて2006年大会の争いで、赤敗した南アフリカが14票対10票で、長年の開催候補であるモロッコを打ち破った。 論争2015年5月28日、FIFA 汚職事件の報道によると、南アフリカの招致委員会の高官が、FIFA 副会長のジャック・ワーナー及び他の FIFA 執行委員らに賄賂として1000万ベイドルを払い、ワールドカップ開催の権利を確保したと報じられた。2015年6月4日、FIFA 執行委員、チャック・ブレイザーは、FBI やスイス当局と協力して、 自分と他の執行委員メンバーが1998年と2010年のワールドカップで南アフリカを推挙する目的の賄賂を受けたことを認めた。ブレイザーは自分や他の FIFA フフ執行委員らは2010年ワールドカップの開催国として南アフリカを選ぶことに関連しての賄賂を受け入れることに同意したと述べている。2015年6月6日、デイリーテレグラフ氏は モロッコが最多票を獲得していたが、トーナメント大会を授与されたのは南アフリカだった、と報道した。候補国、FIFA フフは、2014年ワールドカップを南米と位置づけて、大陸ローテーションを継続した。FIFA フフは当初、ローテーションの概念を取り消すかもしれないと示唆していて、それでも後に、2014年の開催国決定に関しては、 その継続を決めたが、今後は終了となった。コロンビアは2014年のワールドカップ開催への関心を表明したが、一方で20歳以下の2011年 FIFA ワールドカップは辞退した。ブラジルもまたワールドカップ開催に関心を示し、南米サッカー連盟が開催国としてブラジルを推すと表明した。ブラジルはコンメボルカ名国の公式な候補手続きが始まった。 時正式に立候補したた唯一の国だったその時までにコロンビア、チリ、アルゼンチンはすでに辞退しており、ベネズエラは立候補することができなかった。ブラジルは1986年 FIFA ワールドカップの初期選考以来初の無投票で開催決定となった。2007年10月30日、FIFA フフ執行委員会は全会一致の決定により、 ブラジルを開催国として確定した。候補国2007年10月29日、FIFA は2006年大会選考後より実施されていた大陸ローテーション政策を継続しないと発表した。最新の開催国選考の方針では、どの国でもワールドカップ開催に立候補できるようになった。2018年大会に関しては、アフリカと南米大陸以外なら、 どの国も立候補して良いという形になった。また、FIFA は改めて共同開催の候補を認めた。異なる二つの組織委員会があった、韓日共済とは異なり、共同開催ごとに一つの組織委員会としたためで、ある。2018年大会選考では、スペインとポルトガルの共済候補、ベルギーとオランダの共済候補が現れた。2010年12月2日、 フィファ執行委員会によって選考が行われ、ロシアが2018年フィファワールドカップ開催国と決まった。地理的には東ヨーロッパで行われる初のワールドカップで最も広大な国での開催となった。なお、2022年フィファワールドカップの選考も同時に実施された。候補国、2022年のワールドカップ選考では、 南米と欧州以外からの立候補が認められた。2018年大会の選考には共同開催の候補がいたが、2022年大会に関してはいずれも単独開催を目指す候補国だった。辞退する国がなかったため、投票は4回実施され、カタールが2022年ワールドカップ開催国に選ばれた。地理的にはアラブ世界で、 初のワールドカップ開催となり、アジアで2度目の開催が決定した。また、カタールは、ワールドカップを開催する、地理的に最も小さい国となった。候補国、FIFA 規定の下、2026年のワールドカップ選考では、欧州とアジア以外からの立候補が認められた。北米とアフリカ、2つのサッカー連盟から候補が名乗りを上げた。一つは、カナダ、メキシコ、 米国という参加国共催の候補で、もう一つが単独開催を目指すモロッコである。2018年6月13日、ロシアのモスクワで開催された第68回フ、FIFA フ議会で開催国が決定、発表された。カナダ、メキシコ、米国の参加国共催が、134票対65票で、モロッコに勝った。2026年大会は参加国で開催される。 初のワールドカップである。2030年のワールドカップ選考では、アジアと北米以外からの立候補が認められる。1934年を除き、開催国は、ワールドカップのグループステージの席が自動的に与えられる。グループを突破できず、決勝トーナメントに進めなかった、最初の開催国は、南アフリカ共和国である。ありがとうございます。